はい、ミスターゆ弓さんそして動画をご覧の皆様人はですね学ぶ人と学んでやらない人と学んでやる人がいるんですよねもちろん学ばないよりは学んだ方がいいと思いますでも学びっていうのはどこで完了するかというとその学びを実行した時もうちょっと言うとその学びを誰かに伝えた時なんですよねで自分で勉強したつもりになってどこにも広めていかないっていうのはこれは学んだうちに入らないと思いますよね ただ、学んだ気になったというね、最も状況の悪い方法です。自分の学んだぞ意識は高まるんだけども、何を学んだかっていうのがスポッと抜けるわけなんですよね。まあ、ですんで私よく言いますけども、何かを身につけた、暗記したと思うんだったら、人に説明できるレベルでやった時だけなんですよ。で、今回ね、ミスター真みさんが、こんなことを学びましたっていうね、そんな動画を作ってくださったじゃないですか。だから、何を学んだかっていうことをアウトプットすることすら動画なんですよ。 自分で「ああ勉強になったなはい終わり」ではなくて何がどういうふうに勉強になったのかってことを具体的にね人に説明できるレベルの動画にしたっていうことが素晴らしいんですよ。もうねミスターまゆみさんはね一つ一つ全部の肥やしにできるそういったね素養も持っていたんでしょうけども今それがね、えー、本当に、えー、体の中に落とし込めてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、これはね私がミスターマミさんを なんかね育て上げたわけでも何でもなくって私はモチベートしただけなんですよでミスター真弓さんの心の底に眠っていた能力がどん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 開花してさらにそれがね加速している状態だと思いますでそれに伴って結果も出てきてるということですよねでまだまだね満身できるようなあ結果の推移ではないですけどもただね何か手応えを感じてるんだと思うんですよで私も手応えを感じてますおさすがあやっぱり私がね見立てた通り YouTube が もののすすごくこの人はね、えー、マッチしてるなと思ったんですよもう下手にねで例のやつ例のやつができ,できた方が有害でしたね例のやつっていうのは確かにねお金がねどん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 入ってくるやつなんですけども実はね678月と例のやつの入金状況要するにね自分の口座に入ってくるべきお金の状況がちょっとねうまくいってなかったんですよで今は完全回復しましたよでもその時にその例のやつに意識を取られて もう本当にね、自分の,あのちょ受け取るべきお金が来ないから当てにしてた入金がないからもう日々ね心もとない人ばかり現れたんですよね。で人に不満をぶつけてみたりとかね、えー、詐欺にかかったと思ってみたり、えー、もう本当にねあ自分の大切なお金があーみたいな感じで落ち込んで気持ち取られちゃって YouTube できなかったりしてるんですよ。本末転倒というかね。うんだからそういういことと考えると やっぱり自分の能力を順調に身につけた人ってつけた能力って落ちないわけですよね、うん、認知症にもならない限り落ちないわけですよっていうことは何よりも有効な投資であり何よりも有効なビジネスは自分を育て上げているってことなんですよ例のやつに関わるとなんかね自分を育てることをしなくなる人が多いんですよお金増えるもんだからいやーだからね私はね有料案件をもうね お話ししないいよようにしようにと思いますよ、ね、うんやっぱり精神力があったりとか自分のことを使いこなしたりリスクヘッジができる方そういう風なね段階を経た人にだけえー、こう言っちゃあれですけどね楽に儲かる方法を <laughs> 伝えていかないといけないなとだからねいろんなものが扱えない人に渡しちゃダメだなと思いましたよね、まあ、ちょっと余談になりましたけども話戻すとミスターマ真メさんは YouTube にフォーカスしたからこそ ここまで来れたのかなと思いますしこれからもね YouTube さままでやっていただきたいと思いますとりあえずはチャンネル登録者数を1000名以上にするのが1つの大きな目標になると思いますし、えー、それからですねまだまだできていない企画がたくさんあると思います、うん、あのミスターマイアミさんのマイアミバイスとかねそういうのももしねもしあのー 気持ちが乗るよようだだっったたたらやてててみていただきたいいいいきと思いますすし、まあ、マイイアミバイスじゃななくてもいいんですよなんかね映画のレビューとか自分だったらこういうストーリーをこの映画の続編に作るとか自分が見た映画は本当はこうだったらいいのにみたいなねそういう風なね、あのー、自分の主観をどんどん述べることもなかなか人気だと思います、えー、今回ですね「ランボー5」というのがあります私が中学生の頃から見ていたファーストブロッドランボーシリーズがついにラストブロッドということで最終回を迎えるんですよ このね30年以上にわたる長いストーリーこのシルベスタ・ヤサロンを扮するジョン・ランボーの人生がどんなものだったのかってことねこのシリーズ5まででもうしっかりと語り合える人がいるのも面白いかなと思うんですよ。うん、だからそういうふうにしてのの自分の解釈そうなんですよ何が人を魅了するかというと事実に対する自分の独特の解釈。 これがやっぱり面白いんですよね。ですから、何かの作品を見たり、例えばディズニーランドに行ったり、ディズニーランドもコンテンツですから、ディズニーランドに行って、どういう風に感じたかっていうのも、これもね、人の興味を引くコンテンツであり、動画のネタになるものだと思います。まあ、いろいろとね、えー、本当にネタに尽きない世の中だと思いますんで、しっかりとアクセス取れるようにね、動画を量産していただきたいと思います。では、これからも YouTube の眞嫁さんのね、動画を楽しみにしております。 い,いろんな方とね関われて本当に良かったですね。私も非常に嬉しいですよ。そっか塾の中の YouTube クリエイタークラブみたいなのが今ちょっとできてるんじゃないかなと思います。えー、ぜひね、これからも皆さんをね、引っ張り合い、そして、えー、励まし合っていただきたいかなと思います。私もそっか塾の中での YouTube クリエイターとしてはトップを走り続けようかと思いますんでね、よろしくお願いします。えー、それではまた別の動画でお会いしましょう。